青梅鉄道楽楽園は東京都お梅市にかつて存在した遊園地である。青梅鉄道、青梅線が経営していた。かつて青梅市にあった楽楽園の跡地。現在はブリジストン奥多摩園。奥の芝生部分はパークゴルフ場。1921年5月に開園した。その後1928年10月には最寄り駅となる。 楽楽園停留場が開業した。太平洋戦争以前はファミリー客で賑わっており、大正時代には西玉唯一の遊園地であった。当時の入園料は大人20銭、小人10銭だった。もともとは大梅鉄道が立川大梅館を開通させた後の1920年に二股をまで延伸させたことにより、大竹神社の霊祭の三景客に加え、 登山を目的とした行楽客が増えたため、新たな誘致策を考える必要があった。当時の専務取締役が、大阪の設津のボタン百株を石上前に移植して、そこをボタン園として開設し、都市で生活する人々の憩いの場所として提供しようとしたのが始まりであった。ボタン園は、後に他の施設を含め、楽楽園に名称を変えた。 青梅鉄道は後に、宇多岐までの延伸が決定し、御嶽駅周辺の開発に重点を置くようになると、楽楽園の経営からは退いた。実質、青梅鉄道の観光地である御嶽山の玄関口と、なった。当時は、奥多摩町方面に、線路はなく、御嶽駅が終点だった。青梅市郷土博物館には、運営当時の楽楽園のパンフレットが所蔵されている。 閉園後、戦時中は立川飛行機の連成道場や構成施設、戦後はプリンス自動車販売の社員寮1960年代にブリジストン社の保養施設の奥多摩園として整備。宿泊棟、食堂棟、研修棟などの建物のほか多摩川に面している広大な芝生の広場はパークゴルフ場になっており、付近には 奥多摩園を天皇ら皇族法がたびたび訪れた檻に植樹した木が数本立っている。ありがとうございます。